モリアーティ教授です。今回は FM タウンズのフロッピーディスクドライブが死んだので清掃しようと思います。 MS-DOS をインストールしていたら途中でディスクを読まなくなってしまいました。 FM タウンズ 2MX に内蔵されていた YE データ YD-702B6036B です。ネジを2本外して上蓋を外します。アルコールをつけた綿棒でヘッドを清掃します。優しすぎると汚れが取れんし、強すぎるとヘッドがぶっ壊れそうなので手加減が必要です。この際内部を清掃しておきます。仮組みして動作確認してみます。読み込みできているようです。動いたので上蓋を元に戻します。ついでなのでもう一台のドライブも清掃しておきます。やることは同じで上蓋を外して清掃します。取り付けステイも汚れていたのでふきふきしておきました。ドライブ2台をネジ止めします。 FM タウンズ 2MX は FDD を取り付けたステイをはめるとロックされ、接続も完了する簡単仕様です。なのでこのドライブ以外に変更するには長さやピン位置も互換じゃないとつきません。ドライブを大事にしたいところです。最後に読み込みを確認してカバーを閉めました。